はい、こんにちは。今日はですね、質問回答動画をですね、久しぶりに上げていきたいと思います。本日のですね、ご質問なんでございますけれども、ヒロ133423からのですね、ご質問でございまして、はじめまして、サロメさんの動画を見て同じパワーラック購入しました。初めてのパワーラックですが、とても満足しています。筋トレ始めて5年ほど経ちますが、最初から買っとけばよかったと思いました。一つ教えていただきたいのですが、たまにセーフティーピンが自然に抜け落ちていることがありますが、何か対策は取っていますか、というご質問でございますね。改めましてね、ヒロ133423にね、本気に感謝申し上げたいと思います。本当に私のですね、動画をですね、参考にしていただきましてね、本当にありがとうございます。本当ね、こういったコメントいただけますとね、私自身、モチベーションになりますんでね、すごく本当にね、嬉しいご質問でございますけれどもね。まあ、今回のですね、この動画をですね、見ていらっしゃる視聴者の皆様はですね、まあ、パワーラックにね、興味のある方がですね、皆さん見ていただいていると思いますのでね、まずですね、はじめに、私のですね、後ろのこのパワーラックですね、こちらをですね、ちょっとね、軽くご紹介してね、見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、我が家のパワーラックをですね、見ていただければと思います。ご紹介いたしますね。パワーラックのですね、私動画ですね、何本も出してるんでね、おそらく皆様ご存知かと思われますけれども、我が家のですね、パワーラック、こちらマーシャルワールド製のですね、スーパーパワーラックというですね、まあ一般的なこちら最安値のパワーラックになりますね。これ今ね、結構ある程度値が上がっちゃったんですけど、私購入した時はですね、10年前で、実はね、送料込みでですね、3万しなかったですね。2万8000だか7000だか忘れちゃいましたけど、本当にその程度でですね、買えちゃいました。まあこんな感じでございますね。で、上チンニングバーがあってですね、体荷重100キロになってますけど、私ですね、体重ね、60キロの40キロ、この荷重をね、ぶら下げてもびくともしませんのでね、まあ、実際体荷重もっとあると思いますね。そしてフックがですね、こちらになりますね。体荷重がですね、150キロっていうことでメーカーではね、推奨ってことでなっています。で、下がですね、こちらセーフティーバーですね。こちら200キロという体荷重ということでね、一応なっておりますけど、まあ一応これ安全マージンを取ったですね、体荷重なんで、実際のところはですね、もっとね、体荷重あると思います。そしてですね、今回ご質問いただきましたね、こちらがですね、フックのですね、ピンになります。こちらですね、後ほどですね、細かいところをですね、回答していきたいと思いますのでね、そんなところでございますね。まあですね、こんな感じになっておりますかね。はい、以上になります。それではですね、早速ね、本題に行きたいと思うんですけれどもね、先ほどご質問いただきましたね、セーフティーピンというのはですね、こちら、このようなね、ピンを言ってるんですね。で、これはね、どのようなね、作りになっているかっていうと、こちら、フックでですね、ご説明したいと思うんですけれども、フックもですね、セーフティーバーも全くね、シンプルな作りで同じものになってますんでね、こちらのピンがね、このように入りますよね。で、まあこれが突っかえ棒になってですね、抜け防止のですね、まあこちらがセーフティーピンになります。じゃあこれがですね、まあこれなんで、止まっているかというところなんでございますね。これね、なんで止まっているかと言いますとね、はい、見えますでしょうか。こちらですね、抜け防止のね、こちらにボールがついてるんですよ。このボールが、この後ろにですね、バネがついておりましてね、このバネがこのように動くようにね、なってるんですね。要はこれがですね、抜け落ちちゃうってことは、ここがですね、錆びついているとかですね、まあ潤滑油なんかがですね、足りなくて、ボールが動かないから、引っ込んだままになっちゃってるんですね。そうするとこれが落っこっちゃうっていうですね、作りになってます。ですので、この対策といたしましてはね、このようなですね、クレ556っていうのはね、私は潤滑油をですね、使ってるんですけども、これね、ここまででかいものじゃなくても、100円ショップなんかでもですね、ちっちゃい缶で売ってますんでね、まあそういったものを使っていただくとかね、あとはこういう大きいものあってもね、鉄関係のですね、滑りを全てよくしますんで、こういうものを吹きつけていただきますとね、もう簡単にこれ対策できますんでね、まあそれが一番のですね、対策でございますね。
まあ、そういったことですね、本日の回答はね、まあ、簡単な回答になって申し訳ないんですけれども、以上になります。またですね、私にご質問等ございましたら、今回ねパワーラックのご質問ですけれども、何でもね、減量でもダイエットでもですね、筋トレでも断酒でもね、まあ、いろいろ登山でもねやっておりますのでね、何かございましたらですね、お気軽にコメントいただければと思います。そういったことでですね、また動画の方を上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。最後まで見ていただいてありがとうございました。今回のネタが良ければグッドボタンをお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。